はい、それでは諸君、今日のまとめ入りたいと思います。中学3年生の数学でいいかな、今日ね。25日のまとめをやっていきたいと思います。今日やったのは素因数分解、それにまつわるですね、ちょっとした応用題が出ています。それから、いろいろなものをちょっと使って因数分解使って数字のお遊びをしました。そんなところをちょっとまとめてみますね。素因数分解とりあえず今日はね、出来上がってくれれば、それの若干の応用ができてくれればもう最高だと思っていますので、これでもう一回復習をしてみてください。今日の授業が早かった方ね、よろしくお願いします。素数で割っていきます。で2、3、5、7、ね、小さい素数で割っていきます。ですので2で割れたらずっと2で割っていくというパターンでありますね。ですからまずここの24ちょっと見ていきましょう。2で割れますよね。で2で割った答えをその下に書いていきます。12でいいでしょうかね。そしてそれか2で割っていきます。2で割れたらずっと2で割っていきますね。12割る2が6ですね。そして6をまだ2で割れました。3が出てきます。でここに素数が出てきたら終了ということになっておしまい。ただし類乗の形で表さなくちゃいけないので、類乗の形で表してみてくださいね。ですのでこの24は2の3乗かける3というのが答えになります。さあ72はどうでしょう。2で割っていきます。36、2で割って18、2で割って9、ここで初めてね、2で割れなくなりました。3で割れるので3で割ってあげてください。3で割って3、ここでまた素数出てきたので終了ですね。はい、ですので72は2の3乗、かける3の2乗という形になってきました。はい、そしたらですね、次これの応用編をいきたいと思います。例題3の括弧1でしたね。92、できるだけ小さい自然数をかけてある自然数の2乗にしたい。かけてある自然数の2乗にしたい。何かけたらいいかっていうんですが、まずある自然数の2乗になっている数字には特徴がありまして、それをまずしっかり知っててください。何かの2乗かける何かの2乗かける何かの2乗、こんな形には必ずなってます。2乗2乗2乗の掛け算になってて、つまり例えばここで終わってたら丸かける四角かける三角の括弧の2乗になっている数字、これをある数の自然数の2乗の数字の、特徴だったんですね。でこれの形に直そう、そういうことになるわけでございます。ちょっと書いちゃったけど、これちょっと消していきますね。さあそしたら何をしなくちゃいけないかというと、まず90という数がどんな数でできているかを素因数分解を使って発見をするわけですね。2で割っていきます。45、2で割れませんねこれね。3で割って15、そして3で割って5となると、90という数は 2×3 の2乗かける5という数字になっている。さあ先ほど言ったある数の2乗、何かの2乗かける何かの2乗かける何かの2乗にはまだなっていませんよね。じゃあここに何をかけることによってこのパターンに持っていけるかって言ったら、これがないわけだよね。ここに2乗、ここに2乗、つまり2がもう1個かけられていない、5がもう1個かけられていないということだから、2と5をかけてあげればいい。するってえとこんな形になってある数の2乗になりますよ。つまりこれが答えですよ。 2×5 だから、でも 2×5 とは言わないで、ある自然数と言ってるから答えは10とね、答えてあげると出来上がるんでございました。もう一度言いますね。素因数分解します。何乗かける何乗とかって類乗の形で表すんだけど、2乗かける2乗かける2乗になってないから、どうにかしてそれをなるためにある数をかけて、ある数で割ったりしてやってください。こんな形で出来上がりです。
では今さっき書いたですね、消してしまったやつの問題を確認をしてみましょう。それは、38ページの問題でしたね。せっかくですからここをちょっと消しましょうか。38ページの問題でどういうのかっていうと、83の2乗マイナス17の2乗これはいくつになりますかっていう問題なんですね。でもこれね、普通だったらさ、数字だから計算しちゃうんですよ。このまま2乗計算して、こっちも2乗して引き算する、こんなことやるんですが、実はこれね、こうだと思って、文字だと思って同じ因数分解やってあげるんですよ。この文字だったら A プラス B、 A マイナス B と因数分解できたんですよね。ですのでこれを数字当てはめてみるわけです。これどうなるかっていうと、83プラス17、83マイナス17、どうでしょう。こうなるじゃないですか。事情引く事情なんだから、それプラスそれ、それマイナスそれですよね。でこれは83たす17って何ですかって言ったら100じゃないですか。で掛け算ですよ。掛けるここなんですか、まあここちゃんとね計算したら間違いやすいからね、66ですよね。ですので掛け算して6600になるというような数字遊びでございます。こんな形で出てきてくれるといいですね。じゃあもう一つだけ紹介しましょう。例題2番 X が48の時、 X の2乗プラス 4X プラス4これはどうなりますかっていう問題です。でもこれもさ、実はさ、これ代入しちまえば絶対できることなんですけれど、まあ基本的にはこの手の問題は因数分解をすることによってした後で代入をすると、まあ大体全てがうまくいくと思ってくれ。因数分解した後に代入していこうじゃないか。すると、あれは因数分解できますね。かけて4足して4ですよ。2と2じゃないですか。つまり x プラス2の括弧の2乗になります。X が48って言ってるんだからすげえ簡単ですよね。48プラス2の括弧の2乗ですよ。つまり50の2乗となって2500となっちゃうんですよ。まあこんなことをですね、今日とりあえずメインとしてやってまいりました。どうぞぜひこれを復習して、諸君の次の明日のね、糧にしていただきたいと思います。頑張ってね。